モアブ。モアブは、古代イスラエルの東に隣接した地域の古代の地名であり、視界の東岸、アルノン川、ゲインヨルダンハシミテ王国のワディアルムジブ以南からゼレド、カワイ北、ゲインヨルンのワディアルハサの高原地帯に広がる地域を指す。この地域は、現在のヨルダンハシミテ王国のカラク高原地域、カラク県にほぼ等しい。なお、モアブと呼ばれた地域は、 中世イスラム期には、マーブ、マブと呼ばれていたことが、旧世紀のアラブ人知理学者、ヤークービーの記述からわかる。旧約聖書によれば、ロトとロトの長女との間に生まれた息子モアブ、ヘブライ語で、父によってノイに由来し、その子孫が、モアブ人となってを打ち払ってその地域に定住したと、されいる。モアブ人の存在は、多数の考古学調査の結果によって証明されている。 モアブ人は、鉄器時代には、カラク地域に王国を築いており、同地域が、イスラム教の影響下に置かれる前には、モアブと呼ばれていたことも突き止められている。カラク高原地域に存在するボルウェー等の、鉄器時代の集落遺跡が、モアブ王国の集落であったと考えられている。また、ヨルダン川東岸の地域、つまり、アルノン川より、北の地域の内ヨルダン川を、 西の境界シアボク川を東の境界とする地域については、モアブのの、モアブの平野などと表現される。この地域はかつて、アンモン人の支配下にあり、後にアモリ人の支配下に移ったとされる。モアブ人の実在を証明する最大の証拠は、メシャ王の時代に作成されたとされる、メシャ碑文で、紀元前百五十年のイスラエルの王オムリに対するモアブ人の勝利が記され、 モアブの主身ケモシュが称えられている。メシャヒブンに加えて、1958年には、ヨルガン南部の都市カラクで、モアブ文字で書かれた秘文の断片が発見されている、カラクヒブン。この秘文にも、モアブの主身ケモシュの神殿に関する言及がある。カラクは、聖書のキルヘレス、キールヒアーズであるとされるが、ここが、モアブの主婦であったとする説もある。カラクヒ文は現在、 カラク考古博物館、カラク城内に展示されている。聖書では、モアブ人に対する拒絶的な記述が目立つが、もともとは敵対関係ではなく仲間だったような記述もあり、創世紀まで遡らなくても、新明期の第二章九節で、モアブと戦うな、あそこは彼らの取り分だから。という趣旨のお告げが出てくる。モアブ人と仲が悪くなった理由の説明は、民数記。 第二十一から二十二章でイスラエル人がアラノノカデシュからカナンに向かう際にかつてモアブ人を破ったアモリ人たちと交想になりこれを撃破した後これが原因で当時のモアブ人の王バラクはイスラエル人の数と強さを恐れイスラエル人を呪わせるためにバラムを雇ったこと後日の新明記、第二十三章に明記、その後バラムの策略によってイスラエルの民が モアブの女やモアブと同盟関係のあった、ミディアンの女に誘惑されて、ペオルのバールを崇めさせられたことが原因としている。いずれにせよ理由はともかくシシ時代の頃はよく戦う、仲になっており、獅子記三章にはイスラエルが、モアブの王、エグロンに征服されて、シシエフド、エホデによって、この支配から解放された話や、サムエル記上十四章で、 イスラエル王のサウルがモアブと戦った話が出てくる。イク外では、新明期第23章4から7節では、モアブ人とアンモン人は、種の回収に加わってはならず、帰化して十代たった子孫も参加を認めない。彼らのために、平安も幸福も願ってはならない。という説明があるが、この掟はかなり、後まで意識されなかったらしく、ユダの王でも、 モアブやアンモン系の母を持つと明記されているものが、いほか、ネヘミヤ記、第十三章一節で、人々に、モーゼの書、口実の内容的に、神明記と思われるを朗読していたら、モアブ時にモン人が神の民の一員となってはいけないと書いてあったのが見なされたと、それまで祭したちさえも、この記述をよく知らなかったような解説がされている。もっとも、建前上はともかく、 ルツキで貴金のため湯だからモアブに移住しかなり長い間住み着いていたナオミと彼女の息子の嫁でモアブからイスラエルに帰国したルツの話があったりサムエルキ第二十二章にこのルツの子孫にあたるダビレが当時のイスラエル王のサウルに追われた際モアブの王の許可を得て両親をモアブに亡命させる話があるので平時であれば両者は交流があった戦時の場合はお互い容赦はなく 前日のダビデも内戦を制してイスラエルの王になった後、理由は定かではないがモアブと戦いになり、この戦いでモアブは敗れてモアブ人はダビデの奴隷に行ったとしている。ダビデの次のソロモン王の時代の頃には宮廷に多数いたソロモンの妻やそばめの中にモアブの女性もいたという記述やソロモンが彼女たちに影響されてアンモン人が崇めていたモロクと共に、 アブニンが崇めていた、ケモシケのために高台を作ってやったという説明が、列王記、上、第十一章にあり、モアブなど周辺国の影響がイスラエルに広がっていたが、これを嫌った預言者やソロモンの重税や区役に不満を持った人々によって、ソロモンの死後反乱が起きて、北部の部族が支配層のユダ族から独立し、その後イスラエルの名を引き継いだ北王国では、 南独ウデターが起きて王が暗殺されることが繰り返されたが、最終的に、ユダ王朝の在位三十一年目に、オムリが内戦を制して、イスラエルの王になり、メシャヒブンによるとこの後、モアブ人たちがケモシを怒らせてしまい、その罰として、オムリによって、モアブ地方が征服されたとしている。鉄王期、ゲの話は、オムリによる支配からだいぶ経った後、アハブ志望の混乱中に、 モアブのイスラエルへの反乱から話が始まり、第三章でモアブ側の勝利に終わったことが述べられ、これは、メシャ非文からも裏付けが取られている。詳しくは、メシャモアブ独立闘争を参照。その後メシャがどうなったのかについては、はっきりしていないが、列王記下大重傷で、イスラエル王イエフの話の最後に、アラム王をはざえるが、ヨルダン側伊藤。 アロエルまでのイスラエル領を奪い取ったという旨の説明があるので、モアブ北部は、イエフの時代に再度制圧された。そしてハザエルに、さらに制圧された可能性が高く、少なくとも、浜手の入り口から、アラバの海、イコール視海まで領土を取り戻したとある、ヤロブアム二世の頃にはイスラエルに再度制圧された、らしい。イエフ王朝滅亡後のモアブ地方は、 周辺諸国同様兄弟化していたアッシリアに従属して貢ぎ物を差し出していた。アッシリア滅亡後はそこを滅ぼしたバビロニアに従い、ネブ深デネざる王に反旗を翻したユダ王国に対し、カルデア、バビロニア人を筆頭とする軍団に、シリア、キューアラム人やアンモン人と共に参加している話が出てくる。列王記や歴代史では、モアブ王国の最後がいつかはっきりしない。 エレミア紀九章二十五節などに、滅びの予言などはあるが、ヨセフスのユダヤ古代史大 X 巻九章七節では、エルサレムを地域この五年後、ネブカドネザルの治世、第二十三年目に、ネブカドネザルが、コイレシリアに進軍しそこを占拠、モアブとアンモンに戦争を仕掛けこの二つの民族を、服属させた。とあるのでこの時に陥落したらしい。その後、 ネヘミヤキにあたるエピソード、大苦祭館で、ネヘミヤキと同様に、モアブ人の名前がわずかに出てくるが、第13巻13.14章などによると、ハスモンアサ時代の話にも、モアブ、モアビティスという地名が出てくるが、住民はアラブ人と呼ばれているほか、ヨハネヒルカノス2世が、弟との戦いの際、第14章に、ナバテア王国に、父のに、ユダヤに征服された。 領土変換の約束で協力を取り付けたという説明で、メダバレムバオロナイム、ホロナイムアガラインアガラトゾアラ、ソアルという十三章で、モアブ地方と記されていた町の名前が出てくるので、少なくとも著者のヨセフスはこの頃すでに、モアブ地方の住民はアラブ人という認識をしている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。